山と伝統野菜、片平赤根片平赤根は、油中の根菜で、奈良県在来の株の品種である。山部郡山添村の片平地区で古くから作られ、地元消費されてきた伝統野菜の一つとして、奈良県により、山戸野菜に認定されている。山添村片平地区では少なくとも、戦前から細長く根の先まで、赤い株が、かそれぞれの畑で栽培され、 外見が火野菜に似ていることから火の名と呼ばれていた。2006年12月20日に奈良県から山と伝統野菜の一つとして山と野菜に認証されるにあたり37個約140人の地区住民によって片平茜と命名され広く知られるようになった。地住民が片平茜クラブを設立し2012年11月には 片平地区自治会が商標権者となって、片平あかねを商標登録するとともに、市の継承や新しい料理の開発に取り組んでいる。片平あかねの品評会山辺組山添村、片平地区で栽培される。片平あかねの種は門外不出とされ、また名称が商標登録されているため、片平地区で栽培されたものしか名乗れない。片平地区は、 小さな山間集落で、平地も少なく、生産量はそれほど多くない。一部、大手スーパーマーケットや地元の産直市場に出荷されている。種苗会社からは、アスカーカネという名称で、同品種の種子が販売されており、他の地域で作られたものは、アスカーカネと呼ばれている。旬は11月下旬から12月である。10月頃間引きされた、若いものも食用になり、 片平地区では成長段階に応じて食べられてきた。株の直径が1トル以下の間引き縄、葉と共に塩もみをして甘酢付けにする。11月頃になると株の部分を薄切りにし、地元でタクアンと呼ぶ甘酢付けにする。酢を加えると根の芯まで鮮やかな赤色に染まる。寒さが厳しくなる12月に直径3トル程度に成長した根と葉を、 一緒に漬け込む。長漬けと呼ばれる。濃い、鮮やかな赤色となり、冬から春にかけての保存食となる。酢漬けにすると鮮やかに発色して全体に赤く染まり、糖漬けなど漬物にすると淡いピンクになる。独特の色をすぐに楽しみたい場合は酢の物にする。生で食べると、辛みはなく、ほんのりとした甘みとシャキシャキとした、程よい歯触りがあり、株独特の風味が美味しく、 彩りも良い。塩漬けを細かく刻めば、炒め物やパスタの具材などに使え、見た目も美しい。天ぷらや、鍋物などにも利用できる。鶴高く藤原優香な、伝統野菜の種の地域内保全の現状と、課題。奈良県の大和野菜を事例として、農林業問題研究50巻2号2014年、P167 から172、土井。 10.7310 10アーフ50.167ありがとうございます。